安定以降は縦に長い車列を進んでいます。最終コーナーからそれぞれと入っていく。オープニングラップは少しだけして2周目に入っていく。全8周のレース、全8周のレースさあ、トップのこの1つのペース、そのまま維持されてしまうと、2番手の川村さん、そして有川、そこら辺としてもかなり苦しい展開に、この2周目からなっていってしまっている。さあ、有川が2番手に上がっていますね。有川が2番手に上がっている。最終コーナー、立ち上がってくる。さあ、1つは、もう、全員ストレートで今、後ろを下に。現在は2番手を走行中、この有川さんを、有川さんとしている、まあ、先ほどだと9部から参戦をして、遠征を進んでいるライダーです。さあ、そんな遠征のライダーが、このスーパーチャレンジクラス、表彰台上がることになるでしょうか。さあ、それをどうにか進めておきたい、有川の後ろには2台が控えている、最終コーナーは突き止まりたいとの状態で、3番手が今、1コーナー。9番が1つ、2番手にゼッケン、8番の有川、アドレス V 125を書きます。この後ろからまた宿の姿勢が続きます。3番手にはゼッケン23番、先ほど最終コーナーからの立ち上がりで川村を任せまして、ゼッケン23番のツナーが落ちてます。3番手に出場、4番手に下がりましたがゼッケン21番の川村優、5番手にゼッケン21番、最高価格などを続いている。少ない8周の周回でどこまで追い上げていくことができるかどうか、しっかりとその前のマシンたちをスッスッとタップをしていかないとトップ勢に絡んでいくことはできません。さあ、作戦が長く来ているように見える。トップは残り周回3周、トップは残り周回3周となりました。右コーナー第2ヘアピンへとめがけていく。2番手にはその遠征勢ゼッケン8番の有川、この後ろにはこのゼッケン23番のツナがその有川へとその距離を詰めてきている。さあ、アドレスを書きます。有川のそのすぐ後ろには青いシグナルのツナが迫ってきている。残り9回は1周、その後ろ、ビギナー勢のその16番、1系は5番手まで上がってきたんですね。